NSKK 機 NSKK のスタンダーテッポーゼンで交通整理する NSKK 団員国家社会主義自動車軍団は国家社会主義ドイツ労働者等の党機関の一つナチス自動車隊、ナチ自動車運転者団とも1930年に突撃隊内部に結成されたナショナルシジアリス・タイシーズ・オートモビル・コア略称・ n サックが1931年に ナショナルシジアリス・タイシーズ・クラフトファルコア、略称、NSKK に発展開組されて誕生した。ドイツ語の、アウトモビルは日本語では、自動車、クラフトファルは、自動車によって、走行、移動することを意味するが、後者の、クラフトフヘッグにはオートバイオも含めた、発動機付き車両の総称というニュアンスがあり、より範囲が広い単語である。 1934年には団員数が1万人を超え、さらに突撃隊が長いナイフの夜事件で衰退したことで国家社会主義自動車軍団の突撃隊からの独立が認められた。この組織の主要な任務は団員になった者に自動車やオートバイの運転技術やメンテナンス技術を教えることであった。ドイツ各地の道路沿いにある自動車運転者の援助 する期間でもあった。当時のドイツでは、運転技術を持つ者は大変貴重であった。入団に際して、運転免許あるいは何らかの自動車の知識が必要となることはなかった。ただし、ナチ党の組織であるので、人種主義に基づく審査は存在し、アーリア人種であると認められなければ、入団はできなかった。第二次世界大戦会戦後は、団員の多数が、 ドイツ国防軍の兵舘部隊に回された。彼らは兵舘の自動車化に貢献した。国家社会主義自動車軍団には突撃隊や親衛隊とほぼ同様の階級が存在しており、軍団のトップは軍団指導者という階級であった。1934年から1942年に死去するまでアドルフ・ヒューンラインが軍団指導者の地位にあった。 ヒューン・ラインの死後は、エルビン・クラウスが、軍団指導者となった。戦後、連合国による、ニュルンベルク裁判により、有罪組織と認定されたと違い、犯罪組織の認定は受けなかった。ありがとうございます。